皆さん、こんにちは。衆議院議員の原口和弘です。今日のご挨拶 A です。これ私の部屋ですね。えー、今までずっと役所のレクチャーで、ちょっと正直、頭使いすぎました。こんな感じで。 いやいや非常にあの面白かったですねこれ私の妻です、えー、まあ中身はねあの多岐にわたるんで一個一個申し上げられませんけども昨日もスペースでたくさんの方々に参加いただいてありがとうございます、えー、結局ですね 初心表明演説について、まあ昨日は3つのことを指摘をいたしました、一つは、その財政規律より経済、経済よりまずコロナということを言ってますが、それがやっぱりこう、実行が伴わない、言葉では、積極財政。 のようにも聞こえますが、実は岸田さんが財務省から新たに取ってきたお金っていうのは、国債発行っていうのはほとんどないんですよね。令和2年の補正予算、これの余りと、それから税収の上振れ分、今日もさっき地方交付税の法律をですね、えー、ずっと総務省とたあの吟味してましたけど、 結局その半分ぐらいは地方交付税もですね増額をするってったって、当然、地方に入るものをやっただけで、法定理分ですからね、新たに加えた分、私がやったときのように、1.1兆円をかき集めてくるみたいなことはなかったわけです。つまり何を言いたいかと。アメリカはもう900兆 個人のいわゆる特別給付に当たるものだって、300兆出してるわけですよ。日本は安倍政権の時に12兆分出して、今回クーポンだなんだ、で事務費が900何十億だって言ってますけど、2兆ですからね、これが実現したとしても14兆ですよ。900兆と14兆、全然規模が違うでしょ。 役所の人たちに日本が今どんな風に起こってるかっていうのをずっと検討して私の日本の未来を作る勉強会その話もずっとしましたまあその気に入られたからとかねなんかのまあスキャンダルを消すことで功労があったからとかで時間とかになって え、あなたがですかと。もちろんね、そういう時間ばっかりじゃないけども、そんな感じだと、役所も持たないんですよえ。今日も役所の若い人たちが、同期が7人いて、もう4人辞めてるって言ってましたね。で、それはなぜかと。正義がないからですよ。それと、公を、こう、 どん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 削ることコストカッターばっかりでしょ身を切る改革とか言って。で、その先に何があるかって。身を切るっていうのは国民の身を切るんであって、自分たちの身じゃないですからね。自分たちは、豪勢な、ね、暮らしをしてるわけですよ。まあこれ、乱の花をね、こうやって写しながら、これお祝いの乱の花で、綺麗ですよね。 これ、花が終わったら、バラバラにして佐賀に送って、また再生します。うん、ちょっとね、温室でもあれば、またこんな綺麗な花になるんでしょうけど、もうこの多くは、もうたくさん来てるんで、それ全部送れんということで、ね、捨てられたり人にあげられる方も、 その大変だというぐらいですけどちゃんとねこれこれも生き物ですから生き物を大事にせんという感じですねで国家の根格根幹がもう公務員バッシングで溶けちゃってるこの溶けちゃってるものをやっぱり変えないという感じですねこれ長女の写真ですねチコちゃん ッピーですねもちろんね花はド,ドライフラワーとかねにもできるでしょうこれそこまで言って一軒家のあれですねもうそこまで一軒家も呼ばれんくなりましたね12月今日は7日 ここまで来ましたね。で、初心表明に戻りますけども、初心表明の2番目は、みんなの所得を倍増するって言ってますでしょ。倍増絶対ならないですよ。だって2018年の入国管理法のあの解約、もうあと3年くらいじゃないですか。えー、特定機能の 2っていうのが、結局、あれパスすれば、条件をパスすれば、家族も呼べるし、日本にずっと住めるわけでしょ移民じゃないですか。移民をこんだけ受け入れるっていうこと今170万人ですよね。で、どん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 受け入れて、建築業と農、え、造船業と、最初言ってたけど、これも、指針を変えるだけで広げることができる。 つまり、彼らがよくやる、小さく産んで大きく育てるってやつですよ。小さく産んで大きく穴を開けたわけです。で、結局その穴を開けてどうやったかというと、農業だって、今のペースでいくと、日本人で農業をする人たちがいなくなってしまう危険性だって。いっぱいあるわけですよ。だから、岸田氏と自民党時代、 隣で勉強してたときに、あの頃の宏池会の人はやっぱり偉いなと思ったのは、今政治改革で浮かれてる場合じゃないんだと。ちゃんと経済を立て直さないと、バブルで踊った人たち、バブルを利用した人たち、その後始末をして、経済を元に戻さないと、このまま長期低迷になってしまう。 もうその通りになったわけです。何をやるべきか。インフレの国のサッチャー・レーガン革命みたいなものを真似しちゃダメだと。日本はむしろこれからデフレを気をつけなきゃいけないんだと。もうその通りになったわけです。でもその通りになったけど、そうなると分かってて、それをその解決するだけの力を持たないんです。だから、 1>, 1月に原口派を立ち上げます、で、やっぱり数は力ですから、それでやっぱりぐんぐん引っ張っていくだけのあれをやらないと、だめですね、自民党の良きところ、今日もあも、九州ブロックの立憲の今度、衆議院議員が10人受かってきてるんですね、それと参議院議員の5人を入れて15人。 今まで野田国義さんがブロックからの常任幹事になっていただいてましたけども、今度は吉川はじめさん、大分のをブロックからの常任幹事にいたします。まだ全体像がわかんないですから、私も常任幹事になるかどうかっていうのもわかんないですけども、まあ、決算行政監視委員長は、あの、できるだけこう中立の立場なんで、 まあ議長副議長みたいに党籍を抜けとまでは言われませんけれども、党務ではなくて、政務、これをですね、中心とやっていきますえこれ、官邸ですね、首相官邸、早くはここに行けるように頑張らないかなんですね、これ、もともと佐賀藩の土地ですからね、ばあさんが取り返せって言ってましたけど。 取り返すだけの価値はない。なもん、価値はないというか、取り返した瞬間に、それ誰が払うんですかね。な、返せるわけもなく。そんなバカなことよりも、あの、早くこの主にならんというかですね、頑張っていきたいと思います。で、初心表明の3番目は、 外交安全保障とか全く無茶苦茶ですよね。国会議員は憲法に真剣に向き合う義務、責務があるとか、どこに書いてあります憲法99条は憲法の尊重擁護義務を国会議員にも課してるわけですよ。こんな勝手なことを、あの、どこから引いてきたんですか。真剣に向き合うどころかそれを守んなきゃいけないんですよ。尊重して擁護する責務を持ってる。 義務を持ってるわけです。99条読んでみてください。で、日本が独立できないのは、集団的自衛権、自衛権のところで、独自に軍隊を持たないからだと。それ妄想でしょう。妄想でしょう。そんな妄想にとらわれて、自衛隊さんの負荷を増やすんじゃなくて、本当に制服一つ、まともに支給されてない。そこを変えなきゃ。 口だけで感謝とか言ってて、大変な状況じゃないですか。自衛隊員そのものが。そこを変えましょう。で、外交のことについても、本当にこう、これがその4年8ヶ月、外務大臣をや,やられた方の、あの、初心なのかと思うように、薄っぺらでしたね。がっかりです。核廃絶についても、なんで非核の傘って言葉を、 言わないですかね比較の傘でしょう、核の傘じゃなくて、広島のご出身っていうのは、やっぱり、三世さん、二世さんは、広島よりも東京でお育ちになってるんですかね、そこは分からんですけど、核廃絶に対する思いっていうのはあんなもんかと、もうがっかりしましたですね。 いやそうですよねだからもう、本当になんとかな、きょうもあのブロックの挨拶で言いましたけど、安倍・菅政権、菅政権はね、菅さんは私はあのすごく頑固な方だったけど、いろんなところでその、彼がこれをやるって言ったことはやれてるんですよ、もちろん、郵政の民営化とか、とんでもない思い込みもなさってましたよ、学術会議でもひどかった。 だけど、その国家の根幹をこう揺るがすような、そんなあの人事はやっぱりいかんですよね、本当にこう役所も、で、まあ、合同ヒアリングについてはこう見直すっていうんで、あれですけど、もう早くやんないと。そして 政治と金の話、選挙の金の話。まあ、こちらにも何人か名前が出てますけど、そ,そんなんで、あの、国会論戦をひるむようだったら、それはもう価値がありませんから、絶対に頑張っていかんと、思いますね。いや、官僚が一番まずいって言うけど、私ね、なんか自分たちのことを守るために、 官僚の首を差し出したみたいなのがあり、去年あったじゃないですか。去年じゃねえや、もう前回の通常国会。ああいうのが一番いかんですよ。自分たちが、こう安全地帯に、政治家がですよ、安全地帯にいて、で、そういうのが得意な政党っていうのは伸び,あの伸びてますよね。だから、よっぽどやっぱり、社会を見る、 目を養って、そして、ネットワークを作ってですね、頑張っていきたいと思います。じゃあ、松下さんのこの写真で、退任という言葉をいただきました。朝のご挨拶じゃもうないですね、えー。昼のご挨拶になってしまいました。これ私の絵ですね。 じゃあ皆さん良い午後ごきげんよう今日は河合塾の時の同級生がこの後集まります1年ぶりっていうかもう2年ぶりだなみんな還暦過ぎてもバリバリの現役で頑張ってますから私も負けないように頑張りたいと思いますじゃあ素敵な一日をありがとうございます だから今日夜はスペースできません。いないですから。では、ごきげんよう。ありがとうございます。河合塾。私はシン寮っていう。ひでえ名前だ。で、今日集まるのは啓発寮の仲間。なんでか私はシン寮なんですけど、呼んでいただいててありがたいことです。啓発寮。啓発とシン ひでえ名前だ。じゃあ、ごきげんよう。